パフラビー文字とは、アラム文字を元にして中期ペルシア語を書き表すのに、用いられた文字である。競技には、書物のパフラビー文字を指し、講義には、マニ文字以外の中期ペルシア語資料の文字全般を指す。アケメネス朝ペルシアの行政言語であった、帝国アラム語の文字は、アケメネス朝が崩壊して、アラム語が忘れられた後も、土着の言語を記すために、各地で使われ続けた。 パフラビー文字も、そのような文字の一つである。非文のパフラビー文字と、書物のパフラビー文字の2種類に大きく分けられる。前者で、代表的なものとしては、シャープール一世のパルティア語、パフラビー語二言語兵器非文や、ゾロアスターのカーバ非文など、大見和感カルティールによる、非文群、ナルセイ1世による、パイクリ非文、ターゲボスターン衝動のシャープール二世及び、 シャープール酸水増付属の非分など、サーサーアンアサの君主による王非分などを用いられている。特徴としては、文字の一つ一つが個別に存在し文字同士の連結があまりないが、いくつかの別々の音素の文字が一つの文字に集約されてしまうというアラム文字系の文字に多く見られる現象がある。例えば、R と W が区別できなかったり、と S が区別しにくかったりする。 結果として、元々のアラム文字が22文字であったのに対し、秘文のパフラビー文字は19文字に減ってしまっており、元々のアラム文字以上にペルシア語の表記に不向きであった。またサーサーアンアサでは、アルダシール1世から末期のヤズデキルド3世まで貨幣を発行しているが、その貨幣名文にもパフラビー文字が用いられた。こちらも文字同士の連結がなく、 通常の非文のパフラビー文字の一種と言えるが、貨幣という小さいスペースに用いられるため、通常のものよりも文字の画数が少なく、そのため別の音素の文字同士の相似がより顕著である。一方、書物のパフラビー文字は現存するゾロアスター教文書などに多く用いられているもので、マニ文字やシリア文字、総書体化したソグド文字、現在のアラビア文字などのように、 文字同士の連結を基調とする文字である。文字の集約は、非分のパフラビー文字よりも一層進行し、N が、R、W に集約されるなど、使用頻度が高く重要な文字の区別も失われて、わずかに12から14文字となった。ホスロー一世による、ギリシア語文献、サンスクリット語文献のパフラビー語翻訳運動の過程で開発されたとも考えられており、アベスター文字は、 古代のアベスター語の音音を可能な限り書写、できるようにこの書物のパフラビー文字をもとに詩音や母音の文字を大幅に増補や改良を行ったものだと考えられる。ターゲボスターン書道のシャープール三世像に付属する碑文。この像はエーラーンとヒエーラーンの章の王シャープール二世陛下の子。エーラーンとヒエーラーンの章の王。 シャープフル陛下であるというようなことが書かれている。碑文、貨幣のパフラビー文字、書物のパフラビー文字は、残土などのゾロアスター教関係の宗教文書に多く、用いられた文字だが、文献の多くは、サーサーアン朝滅亡後のアッバース朝時代以降に成立したものが多く、現存の文献も13世紀以降に書者されたものが、ほとんどである。 書物のパフラビー文字の成立がサーサン超公用であった理由は、イランにおけるゾロアスター教が教典の伝承を交渉伝承することが正当とし、文字そのものを忌避していたためと考えられる。また、パルテア文字、ソグド文字などと同様、訓読が行われており、MN、A、W、ドなど、前置詞や接続詞、代名詞などがアラム語の語彙で書いて、 パフラビー語で読んでいたと思われる。他に、m l k n m l k s チェンソのようなアラム語の語彙に、パフラビー語の語末の形をつける、送り仮名も存在した。放流事件の宝物に、全長60センチメートルほどの白弾の鉱木2点が、現存するが、その表面に、ソグド文字による、2分の1スイールという焼き印と、20センチメートルに、渡り、 パフラビー文字で、暴布といという一文がそれぞれ刻まれており、人名と考えられている。おそらくこの公僕を飽きなったか、その関係の人物と推定されている。これは日本に伝来していた、パフラビー語資料としては、最古の部類になる。ユニコードでは、以下の領域に次の文字が収録されている。ありがとうございます。